今回は私がミステリー小説をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はじめまして、ぴよりと申します。あ、じゃあ自己紹介、あ、ありがとう。いや、こうやってね、すぐ来てくれる、分かってるね、アイドル、イエーイ。うちのアイドル、ののちゃんです。はい、じゃあフォーカス合ってるかな。ダックスフントとマルチーズのミックス、女の子です。これからよろしくお願いします。いい、はい。トイプードルとポメラニアンのミックス、女の子、ペコです。はいはい。実写はね、この3人でやっていきたいと思います。3年目からね、ちょっといろいろやっていきたいなと思って、え、もちろんね、今までのしおり、 VTuber のしおりと、そして私ぴよりと、で、ののとぺこと一緒にミステリー小説だったりとか、いろんなところに行ったりとかして、もう本当にさまざまなね、チャレンジにしていきたいなって思ってます。頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。では本日は早速ですね、購入した新刊ミステリー小説3冊を紹介していきたいと思います。で、この3冊紹介していきたいと思います。で、名前順ということで、こちら安住雷道先生の死人の、違う、安住雷道先生の死人の口入れ屋です。シリーズになってるのかわかんないけど、まあ新シリーズ、全く別の話になるね。安住先生が今まで出したものではない。ここに帯が出てるんですけれども、その店では忌み物と呼ばれる霊が取り付いた曰く付きの品を貸し出している。幽霊貸し出します。注目作家が送るどんでん返しホラーミステリー。どんでん返し、いいね。あー、忌み物と呼ばれる霊が取り付いた曰く付きの品を貸し出しているっていうこと、まあ呪物みたいなものを貸し出しているよっていうことかな。まあ、霊が取り付いてると。へえ。いや、後ろのね、こちらのあらすじ読んでいきたいと思います。ある事情から仕事を辞めたクゼ元子は、お世話になった人の紹介で古物商阿弥陀堂に面接を受けに来た。しかし阿弥陀堂はただの骨董品屋ではなく、忌み物と呼ばれる幽霊が取り付いた曰く付きの品を貸し出している店だった。人には言えないような恨みや憎しみを持つ客たちが幽霊の力を借りに来る。その先に恐ろしい結末が待ち受けていると知らずに。注目作家が送るどんでん返しホラーミステリー。安住先生ってさ、すっげー怖い話もできるし、すごい温かくてちょっとポップな話もできるし、まあ、今回はどっちなのかな、怖い方かななんて思いつつも、すごい楽しみだね。あ、ね、なんかね、帯のこの後ろにさ、あなたにおすすめの本はこちらっていうのがあって、え、これ安住先生の著書じゃないけどおすすめの本も書いてくれてる。二度おいしいみたいな。のぞみくんこっちにおいで。水木先生、海のそばで合わせ鏡を作り、のぞみくんこっちにおいでと唱えると、のぞみくんが願いを叶えてくれるという都市伝説。しかし願いが叶ったはずの少女が屋上から落下して、衝撃の結末が待ち受けるホラーミステリー。あ、これも面白そう。なんか最近さ、呪物とかさ、そういうのってあの人気じゃん。だからいつもは本は読まないけど、呪物すごい好きだから、そういう物語に触れたいなっていう人、ぜひこちら購入して読んでみたらいかがでしょうか。では2冊目はこちら、推しの殺人、遠藤語る先生です。推しの殺人、もうね、推しっていう言葉でもみんなわかるもんね。あの好きなアイドルだったりとか、まあ、VTuber だったりとか YouTuber だったりとか、そういう推しの人の殺人なんのかな。もう女の子が3人いるけど、この3人の中の誰かが殺すのか殺されるのか。あ、帯の後ろにライブは死体を埋めてから。うわぁ、もうそんな、お買い物に行く前にちょっと埋めとこうみたいな感じになってるやん。仲間を守るため少女たちが失踪する。
アイドル×ノワール。おお。3人組の地下アイドルたちを襲う危機また危機。加速っぷりが素晴らしく、あっという間に読み終えた。キリの夏をアウトの地下アイドル版。キレのある文章、ハイテンポの展開でグイグイ読ませるノワールだっていうふうに書いてある。あれ、キリの夏を先生のアウトって確か兄貴がおすすめしてなかったっけ。なんかすごいいいよアウトみたいな言ってた気がする。おい、はい、気を取り直して。なんか今ほら雪でさ、すごいんだって周りが。でいろんな雪をこうどかしたりとかする車とかがいるんだよ。落ち着いてください。じゃあ後ろのあらすじ読んでいきましょう。大阪で活動する3人組女性地下アイドルベイビースターライトは様々な問題を抱えて危機的な状況にあった。尊大な事務所社長、グループ内での人気格差、恋人から暴力を受けているセンター、そのような中でベビースターはさらに大きな問題に見舞われる。メンバーの一人が事務所で人を殺してしまったのだ。彼女の罪を隠蔽するため3人は死体を山中に埋めることを決意して。ベビースター、ベビースターラーメンみたいな、まあ、3人組ユニットとかやっぱり人気割れるよね。一人が殺してそれをなんか守ろうとして死体を隠蔽していくのかな。まあ、それがもっといろいろ裏に何かあるのかもしれないけど、キリの夏尾先生のアウトの地下アイドル版楽しみですね。読の、はい、では3冊目はこちら、祈願館の殺人。来ました、館の殺人。うわー、最高ですね。高野雄志先生です。高野先生も北海道生まれだそうです。高野先生もっていうか、あの私は違うけどね、安住先生とか北海道だしね、うん、あれ北海道だよね、うん、はい。もうこれもう綾辻先生のさ、館にも入りそうな名前じゃない、祈願館の殺人。すごい。これまたさ、帯取るとこんな感じなんだけど、ちょっとやってみたかった。女の子が首の取れた人形を抱っこしてますね。ちょっとメンヘラみたいな感じの顔をされてる。で帯には探偵も犯人もみんな敵、被害者候補が生き残りをかけ謎に挑むと。でこのね、ちょっとちっちゃい文字なんだけど、人間椅子や犬神家の一族に見立てた連続殺人は莫大な財力を持つ探偵をもてなすための実際に人が死ぬ推理ゲーム。いいね。人間椅子、江戸川乱歩だったり横溝正史だったりとか、そういうのに見立てた連続殺人となっている。はい、じゃあ裏のあらすじ読んでいきましょう。孤島に立ついびつな形状の洋館、祈願館に連れてこられた日雇い労働者の青年佐藤。到着後ミステリーの古典になぞらえた猟奇殺人が次々と起こる。それは探偵役のために催された実際に殺人が行われる推理ゲームだった。佐藤は自分が殺される前に探偵の正体を突き止めゲームを終わらせようと奔走するが、密室見立て殺人クローズサークル、ミステリーの常識が覆る。え、なんで、え、ミステリーの常識を覆るってどういうこと。だってさ、密室見立てクローズサークルなんてもう完全にもうミステリーの定石、大人気の、それ、あ、でもそうか、探偵を見つけたいっていうのはもうちょっと違うよね、他とは。探偵の正体を突き止めってことは、そのメンバーの中に、この祈願館に訪れるメンバーの中に探偵は誰なんだっていうことからまず謎なんだね。で、この祈願館の殺人なんだけど、ここのね、中身は見せられないけど、もう1ページっていうのかな、1ページから挑戦状が差し込まれております。まあ、それの挨拶みたいなのが差し込まれているので、多分読者への挑戦状がある話なんじゃないかなっていうふうに思います。すごいね、高野雄志先生ってことはもうすっげえミステリー好きってことだよね、高野先生。いや、ミステリー好きだからミステリー書くんだと思うけどさ。
大将隠し玉として臨床法医学者真壁天秘密基地の首吊り死体2021年にデビュー。他の著書に満天キャンプの謎解きツアーかつてのトム・ソーヤたちへがあると。へえ。この満天キャンプの謎解きツアーって確か本屋さんで見た気がする。高野先生注目なんじゃないかな。楽しみですね。ねえ、楽しみですね。不思議な顔して。はい、この3冊買ってきました。こちらですね、これです。別にね、購入本はもうずっとこのピオリで動画出していくっていうわけではないので、しおりの方もしっかりと出していきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。あと外での撮影とかそういったのは私がピオリが撮影していきたいと思いますので、そこもぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。あとノンとペイと一緒にどこかねキャンプだったりとか行きたいなと思ってますので、ぜひお楽しみ。ずっとしおり VTuber しおりを見てくださって、好きになってくださった方にはちょっとねこの動画衝撃的だったかなって、これからとか怖いなって思ってるかもしれないんですけれども、ぜひねチャンネル登録を解除せずに見ていただければと思います。では動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。Ha ha ha.